のくせに免許ないんかい。女ってだけで下駄吐かされて。私は鈴子さんが男社会の中でセクハラまがいなこともされながら頑張ってきたことは知っています。それは今でも尊敬しています。でもだったらですよ、後輩の女性たちはそういう目に遭わせないようにしようって発想になるんじゃないですか。私はここ